です。よろしくお願いいたします。年間グッズ課金額は考えたくない私たちですが、そんな超大量にグッズを買っている私たちが今年最も良かったグッズトップ3と買って後悔しているグッズ、こちらを紹介していきたいと思います。今年はね、本当にいろんなグッズが出てたよね。うんうんうん、ラブライブ、アトレコラボ、セガラッキーくじプロセカ、そうやな、ミューズの東京タワーコラボにビレバンコラボ、銀玉の一番くじもあり、結構ジェノプロに手厚い年だった気するわ。いや、そんないっぱいグッズを買った中でみんなどれが1位になるのか予想して楽しんでいただければなと思います。はい、じゃあお互い3位から発表しようか。はい、せーの、セガラッキーくじのブランケット全種でーす。そうなんだ。これマジであったかくて、で僕ら多分全部で7枚ぐらい持ってんだよね。持ってる持ってる。そうで車に置いとったりとか部屋に置いとったりとかこの撮影部屋に置いとったりとかするんだけど、どこでもこれを使ってるわけ。おっきいし超あったかいんだよね。そう、これゼノンの家ね、フローリングだからちょっと冬とか冷たいんだけど、うん、そういう時ねこういう感じでちょっとお尻にこれ巻き込ませるね、こうやって、うん、これするだけで体ポカポカ。これ普通のサイズがこれだもんね。そうだからそれに比べるとやっぱちょっと大きくて、編集中とかもね僕こうやって体中くるまりながら編集してたりとかするぐらいには本当にこれあったかい。そんな刺さってたんだ。そうこれ何枚あってもいいから、今日ね全部売る企画の撮影したんだけどまあ予備にもう一枚確保しといたよというわけで第3位はこちらです。私はね、まごうことなきこれでしょう、小鳥ミューズはね、殿堂入りなの。いやでも、第4位、第5位、第6位、第7位、第8位、第9位ぐらいまでが全部ミューズのてか、南小鳥のアクスタなんだけど、同じだよ、そりゃ。これはね、さすがにちょっと別格なんだよね。ちょっと語ると長いんですけど、語るんですけどこれね、何がいいかっていうと、ラブライブのアニメの10周年記念で出されたくじの景品なんですね。うんうん、くじの景品でアクスタってなると、ちっちゃいサイズのやつだったら選べる方式あるよとか、大体これぐらいのサイズって賞を当てなきゃゲットできないじゃんみたいなのがあるんですけど、これなんと選べる式だったんですよ。だから A 賞が当たれば必ず南小鳥がゲットできるっていうような結構神的なくじだったんだよね。これはさ、別のくじの小鳥なんだけど、ちょっとやっぱちっちゃいんだよね。まだ他にもいい要素があるんですけど、ミューズって2016年にファイナルライブ終えちゃってて、その後ほぼほぼ表舞台の活動してないんですよ。全員揃って表舞台に立ったのが、ラブライブが掲載されてからの9周年記念で4年数ヶ月ぶりぐらいにステージに立ったのがこの衣装だったの。涙出るって。しかもこの衣装、南小鳥の声優さんが自分の衣装のこだわりこんな感じみたいな感じで、それぞれの声優さんが自分の担当するメンバーだったらこういうのだよねっていうのをデザインされてて作ってるんだよ。神じゃないって。そんなもの、ラブライブって結構シンクロみたいなのが売りだから、うん、声優さんが着てたのがアニメで登場みたいなの結構あるんだけど、うん、まあ、そのエモさの代表例というか、ミューズが9周年で記念に立ったあのライブが商品化されるっていうのがかなりねえぐいよね。だからこれはそんな奇跡に感謝の3位でした。いやーまあね、3位の情報量じゃないね第2位。うわせーの、バーン！あれ？でかくない？じゃあポナちゃんから。いいんですかって。見ていただければ分かる通り、クソでかアクリルスタンド。さっき私がさ、おっきいアクスタって言ったのにさ巨大なアクスタ持ってこないでよ去年今年あたりからいろんな作品見始めて、もう好きなキャラめちゃくちゃ増えたわけ。そうだね。でそんな中、カノカリのグッズを漁ってると、こんなでっかいアクスタや、さらにはこんな、いやうふーんだけどめっちゃでかいアクスタが売っちゃってんの。こんなんさ、みんな買うしかないでしょ。いや、いいなー。ほんと等身フィギュアぐらいの大きさのあるアクリルスタンドよりもでかいよ。マスターライズぐらいのサイズ感あるよ、ね、もうこれはね、今年買ったアクスタの中ではナンバーワンと言わせていただきたい。やっぱり満足度が高い。いや、ちょっと待ってください。ミューズはね、もう殿堂入りしちゃってる。ああ、そうなんだ。ああね。私ゾゾコラボ来ると思ってた。いや、迷ったよ。迷ったけど、やっぱね、デカさは正義。動画でもね、映えるのよ、これ。映える、映える。だってさ、胸像フィギュアとかお高いフィギュアがある中で、引け取らないのよ。いや、そうだよね。こんだけ遠くて。自分で動画編集してたりして、目立ってるな。ああ、やっぱある。私もさ、自分で編集しながらさ、自分の推し見てる。見るよ。私はこれですね、はい、うわぁ、なんでニコちゃんなんて感じするやん。私が
秋葉原で A 賞当てて撮ったアクリルボードなんだよね。 YouTube 上で話した数で言うと7、8回くらい言ってるんだけど、まあいろいろあってやっとコラボが実現したミューズのグッズ、紆余曲折かなり長かった運年間、やっとグッズ化されたと思ったら転売ヤーの餌食にだったんだよね。まあ要約すると、コラボの最終日に行ったら、でも残ってたのがニコちゃんとあとなんか3人くらいだったんよ。絶対欲しいよなと思う。これの旧バージョンの小鳥のやつは残っとったんよ。だから A 賞をもし当てることができたら、私小鳥を選ぶか、ポタちゃんのためにこのニコちゃんを入手するかっていうね、究極の二択に迫られて、まあそもそも A 賞当てんなんて、そうだよね、運ゲーなんだよね。まあ当たったんだけど、すごいよね、すごいね。即決でこちらが、ありがとう、うん、本当にありがとう。いや私いつもポタちゃんにいろんなね、一番くじとかで押し引いてもらってるし、ここで私もポタちゃんにお返ししないとと思ってこれ引いて、3割冗談7割本気で視聴者さんにプレゼントする機会やってるくださいって言ったんですよね、うん。ちょっとだからで、まあ、これで買ってよかったに入るのが、結局これもこれも当時転売めっちゃされてたのに、うん、全部なくなってんので、その後一回も見なかったのよこれ。結局これマジで神だから。いやそう、これはね欲しいもん、アクセすら手に入んないんだから、ね、そうなん。じゃあ気になる第1位の発表の前に、買って公開したグッズやるでしょ、こんだけ買ってたら。1個だけあります。え、私も1個だけ。おお、1個だけある、うん、私の買って公開したグッズはこちらです。じゃん、あE 賞ステッカーセット、 E 賞ステッカーセット、 E 賞ステッカーセット、ステッカー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 。まあたださ、爆死しただけならさ、別に私ここにあげんかったんよ。これはね、この動画の時にも言ったんだけど、あまりにもちょっと許せないことがあったの。まずこれ、1回770円のくじで、おかしい約 40% で当たる解消がこれなんですよ。まだまあある可能性はまあまあこのサイズでない。大体ね、最近のくじだとクリアファイルと一緒なの。まあさ、 A 賞がさフィギュアだったら問題ないじゃん。まあまあ、まあ、A 賞はねアクリルカレンダー、ゲボ出るって。いや私たちはこれね、アクリルスタンド狙いで引いたん、このイラストの。普通にアクリルスタンドが欲しかっただけの人間なんよ。でこのサイト何がって、細かい景品一覧はこれですよの一番下に E 賞のページがあって、くじを引くって押すところはステッカーが書かれてないとこにあったんよ。これじゃあさ、まあ、よく見とけばよかったじゃんっていう話になるかもしれんけど、くじ引く前にどの賞があるかって上位賞以外そんな業種はせんくない。まあ、僕らは気づいとったがまだよかったよ。そう、まあ、それを知った上で引けたから。あ、そうね。なんだけど中には多分気づかずに引いとる人もいるはずなんこれ、うん、でそれを考えると結構良くないことやっとるなとは思う。選べないんだからね。そう、それでそのランダムの中でもさ、かぶりって出るわけじゃん。そうなんだよね。これでさ3000円だからね。まあちょっとえぐいよねっていう、後悔って言ったら言葉がでかいけどショックではあったなっていう商品です ね、うん、そうね。彼女たちは悪くないんだけどね。そうです。じゃあ次、僕はなんで買った？え？っていう、みんななんか毎年取れない？バーン！ラブライブミューズのハンディファン、便利なスタンドつけ。ダメだって、2つとも後悔にラブライブ持ってきちゃう。いやそうだよね、うん、これプラスチックなんだけど全体的に、うん、まあそれは当たり前じゃん。ただ、うん、まあちょっと強度的な感じでちょっとさ、プラって触ったらわかるやん。ああ、わかるね。カバンには入れれない。そう、カバンに入れてたら絶対割れて帰ってくるやつ。モバイルバッテリーとかってさ、結構大容量なの持ってるわけ、重いやん。絶対同じカバンには入れれない。だからもうこれはもう首掛けるの必須なんで。首の紐ももう安い紐。もう一個僕的に気に食わんポイントが、うん、いい加減を滅んでほしいタイプ B。 あともう一個なんだ、いいとこを探せよ。逆にもう一個これ明らかにちょっとおかしいなっていうのが、印刷薄い&なんか絶対になんかね、印刷工程でミスってんだよね。グッズとしてはまあ使い道は多分あるんだろうと思った。手元に届いて見た瞬間にちょっとボラれたなっていう。あーね、音が静か、うるさいよ。第1位は、僕が今年買ってよかったグッズ第1位はこれだ。見ていい、見ていい、いいよ、見ていいよ、せーの、本当に見ていい、いいよ、本当に見ていい、早くして、きついんだってことして、はい、フラムさんが出した高級フィギュア。
これは満足度高すぎます。まず最初にニコちゃんを買ったわけで、このニコちゃんが声優の徳井空さん完全監修で出されたフィギュアなんよ。やばくない？顔のリテイクとかも何回もされてて、で表情差分まで用意、この手のね差分まで用意されてて、っていう本当にスクールアイドルへの愛がたくさん詰まったフィギュアなんです。うんうん、衣装もこれ今は亡きスクスタの初期 R 衣装だったりして、ファンとしてはね嬉しい要素がたくさん詰まってる。うん、私好きだなって思ったのがフィギュアってさ、箱のままで飾りたい人もおるやん。そう、ね、箱の中で飾ってても可愛くなるように内側がねちょっと明るい色の紙入れて、うん、光が当たるようにみたいなこだわりもあって、本当に僕的にも矢沢ニコちゃんとして完璧な顔だと思う。いや分かる、本当に一番可愛いね。だからね、僕は本当にこのフィギュアで感動して、これが届いてすぐに中須かすみさんのプラムのフィギュアが発売されるって発表があったんですよ。かすみんの表情差分がこれなんだよね。そう、このあわわ顔とにっこり顔があって、うん、顔だろってお前分かってるなっていうのが僕の今年の第1位です。いや、お互いさ、今年推しが推しのグッズを手掛けたものを手に入れられとるん、すごい嬉しいね。いや、それがね、結局みんな幸せなんかもしんない。いや、そんなことなかなかないもんね。ね、じゃあ私、はい、発表させていただきます。私ゼロンが今年一番買ってよかったなって思ったグッズはこちらです。せーの、はい、でかー、私のウマ娘の最推し、ダイワスカーレットの超高級フィギュアです。やばすぎこれ。またこれの動画上げた時にやっぱコメントでも、え、クオリティ高すぎみたいな、ね、このダイワスカーレットのフィギュア決まった時にもう写真だけでも、え、これはちょっとレベチだけど、うん、フィギュアの完成形だなとも思わせるような出来で、ダイワスカーレットのこのポーズもさながらね、いや質感も神だし、色の塗り方もいいし、表情も細かい、この造形も全てにおいて完璧で、この太もものね、ねえ、もすごく良くて、素晴らしすぎ、私こんなにいいフィギュア推しで出て本当に幸せだなと思ってマジでやばいよね。本当にすごい、このフィギュアは今まで買ったフィギュアの中で一番満足度高くてお気に入りなの。間違いない。で、俺ね、面白い逸話があって、私がこれ買ったっていう紹介の動画撮る直前ぐらいに、私たちがよく行ってるコンプオフマリエ富山店さんに、なぜかこのダイワスカーレットが10体ぐらい売られるっていう事件が起きてて、もし中古ショップとかでダイワスカーレットだったり、このニコカスだったり推しの人は見かけたらね、余裕があるなら買った方がいいよって言えるぐらい、フィギュアの中でも最大級で可愛いでございます。本当に満足度が高い、本当に推しに恵まれ推しに愛された1年だったなっていう、素晴らしい1年でございましたね。幸せもんですね。いやー、よかった。来年もこの出会い以上にいい出会いができることを期待して、おたかつ楽しんでいこうと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画で少しもよかったら、今年も楽しかったなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価のよろしくお願いいたします。概要欄にツルポングッズ、手巻き、バイタリティのリンクと各種 SNS のリンク貼っておきますので、ぜひともフォローお願いいたします。1年間ありがとう。来年もよろしくお願いします。